ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今回は、寝過ごしたらヤバい恐怖の終着駅を紹介するぜ。終電で寝過ごしてしまって、終着駅で駅員さんに起こされたことがあるわ。終着駅の周りには何もなくて、帰れるか不安になったのを覚えているよ。終電だと折り返して帰ることもできないし、終着駅からタクシーで家まで帰ると、ホテルに泊まるよりも高い運賃がかかってしまうこともあるんだ。それじゃあ早速見ていきましょう。まずは南栗橋駅を紹介するぜ。南栗橋駅は埼玉県久喜市にある東武日光線の駅だ。東武日光線は埼玉県宮代町の東武動物公園駅と栃木県日光市の東武日光駅を結ぶ路線だよ。確かに都内にいても南栗橋行きってよく見かけるわ。南栗橋駅には埼玉県を東京方面に縦断する東武伊勢崎線を経由して東京メトロ半蔵門線や東京メトロ日比谷線から直通してくる列車が多く運行されているんだ。さらに東京メトロ半蔵門線は東武だけでなく東急田園都市線にも直通しているぞ。東急田園都市線って神奈川県の方を走る路線だよね。そうだぜ。東急田園都市線は東京都渋谷区の渋谷駅から神奈川県大和市の中央林間駅を結ぶ路線だ。中央林間の日中時間帯の時刻表を見ると南栗橋行きとなっている列車もあるぞ。東京都心や神奈川から埼玉県まで直通しているなんてとても便利じゃない。でも直通路線は便利な面がある一方で、寝過ごしたら危険な路線でもあるんだぜ。寝過ごしたら危険な路線ってどういうこと？例えば平日に渋谷駅でお酒を飲んでいて、23時1分発南栗橋行きの列車に乗って、東京都足立区の北千住駅まで帰る場合を想定しよう。うっかり寝過ごしてしまって、北千住駅を通り過ぎて南栗橋駅まで到着してしまった。南栗橋駅には0時41分に到着するが、急いで折り返そうとしても、南栗橋駅の終電は23時18分に終わっているんだ。それじゃあ家に帰れないじゃないの。ちなみに南栗橋駅は北千住駅や埼玉の新越谷駅、春日部駅よりもさらに北側にあって、中央林間駅から南栗橋駅まではおよそ2時間以上もかかるぞ。東京寄りに住んでいる人からしたら南栗橋駅がどこにあるかもわからないと思うよ。確かに寝過ごした人が終点のタクシー乗り場でタクシーを待っている姿を見たことがあるよ。南栗橋駅の近くには終電を逃した後に泊まれるような施設はあるの？残念なことに南栗橋駅の周辺は住宅ばかりなんだ。2022年5月には4スタイル南栗橋が開業して、2023年4月には高層マンションが建てられたが、観光者や寝過ごした人が泊まれるようなホテルはあまりないんだぜ。一応東京方面に2駅ほど移動した幸手駅近くに数軒ホテルがあるから、タクシーで移動して泊まるのもありかもな。泊まりたくないならタクシーで高いお金を払って帰宅するしかないわね。ちなみに2024年8月現在の南栗橋駅から出発する東京方面の終電は平日休日ともに23時18分の北千住行きだから、23時頃までに南栗橋駅に到着すればまだ引き返すことは可能だな。もしくは南栗橋駅に住んでしまえば終電で寝てしまっても心配はいらないぜ。そこまでするよりは寝過ごさないように飲みすぎないことの方が大切そうね。続いては海芝浦駅だ。海芝浦駅は神奈川県横浜市にある JR 鶴見線の終着駅の一つだぜ。鶴見線の終着駅って他にもあるの？鶴見線は横浜市の鶴見駅から横浜市の扇町駅を結ぶ路線なんだけど、二つの支線を持っていて、それぞれの終着駅が大川駅と今回紹介する海芝浦駅となっているんだ。終着駅が二つあるんだね。鶴見線は京浜工業地帯で働く通勤客が主に使用する路線なんだぜ。海芝浦駅は目の前が海となっていて、改札を出てすぐの場所にある海芝公園では、海を見ながらベンチに座って休憩することもできるよ。あの辺りの工業地帯の中に海が見られる公園があるなんて初めて知ったわ。海芝浦駅の大きな特徴は、駅を出ることができないことだぜ。え？公園に行けるって言ってたわよね。実は駅を一歩出ると、そこは東芝の私有地になるんだ。だから駅を出ることができるのは、東芝や工場の関係者に限られているんだぞ。海芝浦駅自体も、東芝の工場の敷地内に位置しているぜ。さっき紹介した海芝公園も東芝が保有する土地で、東芝が一般客向けに開放をしているだけなんだよ。ちなみに海芝公園の開放時間は、9時から20時半までだ。ということは海芝浦駅発の終電に乗れないと、
タクシーに乗れないばかりか、駅から出ることすらできずに、ホームに取り残されてしまうんだ。海芝浦駅から鶴見駅に向かう終電は、2024年8月時点で平日では22時20分発だけど、休日では21時発と、かなり早い時刻に設定されているぜ。車で海芝浦駅に行くことはできないから、鶴見駅から海芝浦駅行き列車に乗って、折り返しの列車に乗れるように、海芝浦駅では短時間滞在で楽しむのが良さそうだな。駅から出ることのできない駅ってかなりレアだね。だからこそ観光に行くなら気をつけないと。また海芝浦駅に向かう観光客は、必ず往復での乗車だから、簡易改札で出場と入場を同時に行うのも、都心では経験することがあまりない貴重な体験になると思うぜ。注意したいのは海芝浦駅には発車ベルがないことだ。夜景を見に終電で海芝浦駅に向かう人は、くれぐれも乗り遅れないよう気をつけるんだぞ。タイムアタックをやっているようなスリルを味わうのもまた良さそうね。続いては大月駅だぜ。大月駅は山梨県大月市にある JR 東日本の中央本線と富士山麓電気鉄道の富士急行線が乗り入れる駅だ。富士急行線は大月駅から河口湖駅までを結ぶ18駅 26.6 キロの路線だぞ。大月駅の駅舎は山小屋風の建物で、関東の駅100選にも選ばれたことがあるんだぞ。大月駅も南栗橋駅と同じように終電で寝過ごした人がたどり着く恐怖の終着駅なんだぜ。大月駅って聞くと山梨県にあり、都心から少し離れた場所にあるイメージだわ。実は東京駅始発の中央線快速列車の中に大月行きの列車があるんだぜ。その列車に乗車すると、だいたい1時間半で大月駅まで行くことができるんだよ。しかも2024年8月時点では、東京駅から平日の23時14分に大月行きの列車が発車するんだ。さらに列車の種別は中央特快で、特急を除くと2番目に停車駅が少ない優等列車なんだぜ。東京西部にある立川駅や八王子駅に帰る人にとって、とても便利な列車になっているはずだ。東京の中心地から山梨県の駅まで乗り換えなしで行くことができるんだね。ただ大月行きの列車に乗車して寝過ごしてしまうと、大月駅に到着するのはなんと1時前だ。さすがに日付が変わると、大月駅から折り返す列車は運行していないぜ。しかも大月駅発の東京方面の電車は、平日休日ともに23時以降1本もないから、23時以降に大月駅にたどり着いた場合、東京方面に電車で戻るのは不可能なんだぞ。さすがに都心から離れると、日付が変わっても運行している列車は少ないよね。だから終電に乗る際には寝過ごさないよう気をつけるべきなんだけど、実は中央線の東京23区内の沿線には多くの飲み屋街が存在しているんだ。新宿駅とかだと飲み屋街のイメージはあるけど、他にもあるの？有名なのは吉祥寺駅近くにあるハーモニカ横丁だな。安く飲める昔ながらのディープな居酒屋が多く存在しているんだぜ。もちろん新宿駅にも思い出横丁や新宿ゴールデン街、末広通り商店街といった、一度はみんなも聞いたことある有名な飲み屋街が多数存在しているぜ。東京の西側から都心方面に飲みに来る人もかなり多そうだね。そうするとやっぱり大月駅まで寝過ごす乗客も後を絶たないんだ。1時頃に大月駅に残された乗客には取れる選択肢はいくつかある。一つは南栗橋駅と同じくタクシーで家まで帰ることだ。ただ大月駅から八王子や立川まで乗車すると数万円のタクシー代がかかってしまうぜ。タクシー代が高くついてしまうのは仕方のないことだよね。他は始発まで駅前のベンチで待つか、駅前のホテルに泊まるか、カラオケボックスに泊まるかのいずれかだ。大月駅前にはホテル東横インがあるから、空室があれば泊まることができるんだぜ。ホテルに泊まれるならまだマシだね。だけどタクシー代と同じく宿泊は出費が痛いな。とは言ってもベンチで待つのも体力的にしんどいぜ。大月駅の東京方面の始発は平日休日ともに5時2分発の高尾行き普通列車だから、大月駅到着からおよそ4時間を外のベンチかホテルで過ごすしかないんだ。どっちにしろ寝過ごしてしまったらしんどい思いをすることになりそうだぜ。中央線沿線での飲み会には要注意だね。続いては新鵜沼駅だ。新鵜沼駅は岐阜県各務原市にある名鉄犬山線と名鉄各務原線の駅だぜ。新鵜沼駅は名鉄犬山線と名鉄各務原線の始発駅として、
名鉄名古屋駅方面や名鉄岐阜駅方面への輸送の役割を担っているんだ。新宇沼駅は岐阜や名古屋方面に向かう始発駅なんだね。さらに通勤時間帯の始発列車の中には、中部国際空港へ向かう名鉄特急の、ニュースカイの運行もあって、空港方面の輸送の起点にもなっているぜ。また新宇沼駅は、JR 東海高山本線の宇沼駅との相互乗り換え駅としての一面も持っている。でも実際は駅周辺が栄えているわけではなくて、目立った市街地は特にないんだ。JR と合わせて3路線も乗り入れているのに、市街地がないの？そうだぜ、近年住宅地としての開発は行われているんだが、観光地のようにホテルがあるわけではないんだぜ。もし名古屋駅から新宇沼駅行きの終電に乗車して寝過ごしてしまうと周りに泊まるところのない、新宇沼駅で降ろされてしまうということだ。ちなみに、名鉄名古屋駅発の新宇沼行きの終電は、平日休日ともに23時59分の急行列車だよ。かなり遅い時間ね。新宇沼駅について折り返し列車はあるの？名鉄名古屋駅から新宇沼駅までは30分ほどだ。この急行列車が新宇沼駅に着く0時半頃には、新宇沼駅の名鉄名古屋方面の終電は出発してしまっているんだ。ちなみに新宇沼駅から名鉄名古屋方面の2つ隣の駅である犬山駅には、駅周辺にいくつかホテルがあるから、できるなら新宇沼駅の2つ前の犬山駅で降りてしまうか。新宇沼駅からタクシーで移動すれば、始発を待っている間ホテルで楽に過ごすことができるぜ。ホテルに泊まれれば、だいぶ体の疲れは取れるもんね。続いては日根野駅だ。日根野駅は大阪府泉佐野市にある、JR 西日本の阪和線と関西空港線が乗り入れる駅だ。阪和線は天王寺駅から和歌山駅を結ぶ路線で、関西空港線は、日根野駅から関西空港駅を結ぶ路線だよ。大阪駅や天王寺駅で、日根野行きの列車を見たことがある人も多いんじゃないかな。関西では見慣れた駅名だけど、日根野駅に何があるか意外と知らないんだよね。日根野駅前には閑散としたロータリーがあって、少し離れた場所にマンションがある。日根野駅は泉佐野市の中心地である、南海泉佐野駅から遠い場所にあるけれど、駅から少し歩くとイオンモールもあるから、大阪中心部に向かう住宅街といった役割があるのかもしれないな。実際天王寺駅から紀州路快速や関空快速に乗車して、日根野駅にはおよそ40分で到着するから、大阪駅方面のアクセスも悪くないぜ。天王寺から40分なら近いわね。天王寺駅発の日根野行き最終列車は、平日休日ともに23時52分発の普通列車だ。出発からだいたい1時間後に日根野駅に到着するぜ。さすがに日付が変わってしまうと、日根野駅発の天王寺駅方面に向かう列車の運行はないよ。まだ大阪府内だから寝過ごしてしまっても、タクシーでなんとかなりそうだね。日根野駅周辺にホテルはあるの？実は、2020年までは関空ジョイテルホテルが日根野駅前にあったんだ。だけどコロナの影響で事業継続の見込みが立たなくなったから、閉館してしまったんだよ。つまり2024年8月現在、日根野駅周辺にホテルはないぞ。コロナ明けからは日根野駅周辺のホテルはないのね。ちなみに日根野駅から徒歩40分くらいの場所に南海本線の泉佐野駅があるんだけど、泉佐野駅の周辺にはホテルがたくさんあるぞ。南海本線は南海電気鉄道の路線で、大阪市の難波駅から和歌山県の和歌山市駅を結ぶ、南海電鉄を代表する主要路線なんだ。泉佐野駅周辺のホテルまで歩いて、泉佐野駅から始発列車で帰るということも可能だ。でも大阪府内に住んでいるなら、タクシーでおとなしく帰った方がいい気もするよね。ホテル代ももったいないと思うし、幸い天王寺駅から日根野駅までは35キロほどしかないから、途中の駅近くの家に帰るのにタクシーを使うのも現実的だと思うぜ。続いては御坊駅だ。御坊駅は和歌山県御坊市にある JR 西日本紀勢本線の駅だぜ。また紀州鉄道の紀州鉄道線も乗り入れる御坊市の主要駅だよ。主要駅というだけあって御坊駅の周辺にはビジネスホテルがいくつか点在しているんだ。日根野駅よりもさらに南に位置する駅なんだね。ホテルがあるとは言ったが寝過ごして御坊駅にたどり着いた人は絶望するだろうな。さっき紹介した日根野駅では天王寺駅を出発する日根野駅行きの終電を取り上げただろ。今回の御坊駅も実は天王寺駅を出発する紀州路快速御坊行きの終電の話なんだぜ。日根野駅よりもさらに南に向かう列車があるんだね。
天王寺駅発の紀州寺快速御坊行きの終電は平日で21時59分発、休日で21時58分発と、ひねの雪と比べてもかなり早い時刻に出発する電車だぜ。さらにこの紀州寺快速は、ひねの駅まで関空快速と連結して運行されるのも特徴だ。早い時間の終電って聞くと、そんなに恐怖の終着駅には感じないんだけど、霊夢、御坊駅は和歌山県の駅だぞ。この終電は阪和線の終点の和歌山駅を経由して、紀勢本線に入り、さらに南下してやっと御坊駅に到着するんだ。22時前に天王寺駅を出発したけど、御坊駅に着くのはなんと午前0時半過ぎだぜ。まだ早い時間だからと油断して寝過ごしたら、御坊駅まで来てしまったなんてことがありえるんだ。天王寺駅から御坊駅まで2時間半もかかるのね。しかも到着する頃には日付が変わっているなんて。ちなみに御坊駅から大阪方面に向かう電車は日付が変わる前に運行終了しているから、もし寝過ごして御坊駅まで来てしまったらタクシーかホテルの2択を迫られるぞ。一応始発までベンチで待つ方法もあるけどな。大阪で飲んだ帰りは御坊行きの電車に乗らない方が得策ね。実は天王寺駅の阪和線の時刻表を見てみると、御坊行きの列車は平日で21時59分発だけ、休日は20時59分発と21時58分発だけなんだ。それ以外の紀州寺快速の多くは御坊駅よりも大阪寄りにある和歌山駅か日根の駅止まりなんだぜ。だから和歌山駅よりも先に行かないのであれば、他の列車に乗車することも可能なんだよ。大阪府内に住んでいる人は、あえて御坊行きに乗る必要もないね。和歌山県内に住んでいる人に関しても、御坊行きの紀州寺快速に乗り遅れても、和歌山行きの快速列車が運行されているから、やはり無理して乗車する必要もないんだ。でも何よりもまずは、酔っ払いすぎないことが大切ね。続いては江北駅だ。江北駅は佐賀県紀島郡江北町にある、JR 九州の長崎本線と佐世保線が乗り入れる駅だぜ。2022年の西九州新幹線の開業に合わせて、肥前山口駅から駅名を改名したことで、一時期話題にもなった駅なんだ。改名は駅のある江北町の要望で、認知度向上のために行われたぜ。西九州新幹線の開業は知っていたけど、肥前山口駅から江北駅への改名は初めて知ったわ。江北駅を終着駅とする列車はいくつかあるんだけど、今回紹介するのは2024年8月時点の、平日と休日のダイヤで、門司港駅を20時に出発する江北行きの普通列車だ。門司港駅は福岡県北九州市にある駅だぜ。北九州市は九州の最北端に位置する市だよ。北九州市から佐賀県ってかなり遠くない？そうなんだよ。20時に列車が出発してから江北駅に到着するのは、3時間半以上も後の23時43分だぜ。ちなみにこの終電は福岡県内で利用者数が多い小倉駅や博多駅を経由して江北駅へ向かうんだ。小倉駅は20時20分発、博多駅は22時発だから、時間帯的にも多くの乗客が利用するんじゃないかな。お酒を楽しんだ人たちも多く乗ってそうだね。たださすがに福岡県から佐賀県まで寝過ごせば帰るのも大変だ。一応江北駅から徒歩7分くらいのところにコンテナホテルがあるんだが、他に目立った宿泊施設は見当たらないぞ。駅周辺は主に住宅地となっているからな。ホテルがあまりないとなると、コンテナホテルが満室で泊まれない可能性も高そうだね。ここまで寝過ごしたらヤバい恐怖の終着駅を7つ紹介したけど、どうだったかな？南栗橋駅や御坊駅、江北駅のように、長距離列車で寝過ごしたらヤバい駅もあれば、鶴見線の海芝浦駅みたいに、駅から出られないような駅もあって、様々なタイプの恐怖の終着駅があったのがとても興味深かったよ。この動画を見て、皆さんはどう思ったかな？印象に残ったこととか、コメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは、鉄道や交通に関する話題を解説形式で、わかりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また、他にも取り扱ってもらいたい話題がありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、今日はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。